ダリア・ドミトリエワは、ロシアの新体操選手。身長174センチメートル。イルクー・ツク出身。ガスプロム所属。2008年のヨーロッパ選手権にて、ジュニア部門に出場し、団体総合とリボンで金メダルを獲得した。2009年には、ロシアのナショナルチームに選抜され、2009年の世界新体操選手権より、 団体総合のメンバーとして出場し、同種目3連覇に貢献した。2010年モスクワの世界新体操選手権では、個人種目にも出場し、リボンで金メダル、ボールで銀メダルを獲得した。2012年のロンドンオリンピックには、個人総合の補欠として、チームに参加していたが、大会初日の3日前に、第2エントリーのアレクサンドラメルクロバが、 公式練習中に負傷したため、急遽代替出場となった。大会本番では、エフゲニアカナエワに次ぐ2位、銀メダルを獲得した。また、2大会ぶり2度目のロシア勢金銀独占となった。2012年9月の世界、新体操クラブ選手権において、個人総合初優勝を果たした。2013年9月、足の怪我により引退。1992年に、 世界チャンピオンになったオクサナ・コスティナ選手は、直後の1993年2月に交通事故で亡くなったが、ドミトリエワ選手はその年に生まれ、コスティナ選手の実家が目の前という環境で誕生した。コスティナ選手のコーチであるブイヤノアさんに長らく支持しており、不思議な縁がある。ロンドンオリンピックのロシアの個人総合の出場枠は2枠、第1候補がカナエワ、 第2候補がダリア・コンダコワであった。だが、コンダコワは2012年ヨーロッパ選手権の前に膝の怪我で危険、代わりに出場したのがアレクサンドラ・メルクロバであった。その後、コンダコワはドイツで手術を行い、手術後の記者会見では、奇跡が起きない限りは出場は不可能で、メルクロバとドミトリエワが出場権を競うであろうと答えていた。結果、メルクロバが 出場権を得て、ロンドンに、現地入りし、ドミトリエワは、補欠として、ロンドンで一緒にトレーニングをしていた。ありがとうございます。